サンパウロのアウトでサンタナ地域の集合住宅の最上部のペントハウスアパートメントペントハウスアパートメントは集合住宅の最上階の区画である単にペントハウスと呼ばれることが多い集合住宅の1階にビルとインガレージ付きのペントハウスアパートメントが設けられることもある必須条件ではないが一般にペントハウスアパートメントは他の区画とは 明確に異なる贅沢な特徴を備えている。ペントハウスという言葉は、もともとはビルの屋上に独立して建てられたハウスを意味していた。ペントハウスアパートメントのアイデアは、競争の20年代と呼ばれる1920年代に生まれた。当時経済成長の真っ只中にあったアメリカでは、経済の中心地ニューヨーク市に建設ブームが起きていた。都市部における 住宅需要の高まりとアメリカ人の富の増大がビルの最上階や高層階に豪華な区画を設ける機運に結びついた。ニューヨーク市で最初期に作られたペントハウスアパートメントの一つはパーク外1040の集合住宅に設けられた出版社コンデナストパブリケーションズの創業者コンデナストの2層ペントハウスアパートメントである。 1923年に計画された段階では、この集合住宅は各階が3つのユニットからなり、屋上にメイド用の部屋が設けられることになっていた。しかし、翌1924年に最上層部がナスとの2層、ペントハウスアパートメントに変更された。屋上のサロンと最上階が階段でつながれ、最上階の角のユニットは家族向けの区画になった。ペントハウス全体が、 LC デウルフによってフランス風に装飾された。このペントハウスは1925年に完成し、豪華な招待客とおもてなしで知られた多くのパーティーに使われた。なお、ペントハウスという単語は1913年に発行された雑誌ビルディングマネジメントの26ページにすでに登場している。建築学上はペントハウスという用語は ビルの屋上に設けられた外壁よりもセットバックした構造物を指す。建築学上はペントハウスという用語はビルの屋上に設けられた外壁よりも交代した構造物を指す。高層ビルにおいてはエレベーター装置等を収容するメカニカルフロアをメカニカルペントハウスと呼ぶことがある。ヨーロッパのデザイナーや建築家たちは屋上スペースや外壁から交代した。 構造物を利用して居住空間を作れることを昔から認識していた。しかし、米国においてこうしたスペースの活用が始まったのは1920年代初頭である。1923年にニューヨーク市のプラザホテルにセントラルパークを見下ろす屋上区画が開発されることが発表された時、この発表はニュースになった。その後数年間、米国では 豪華なペントハウスアパートメントの開発が相次いだ。プライベートテラスの実装方法として見た場合、セットバックは張り出しバルコニーに比べて著しく大きく、より保護された屋外空間の確保を可能にする。このような望ましい屋外空間を複数の木座橋に提供するため、集合住宅の複数の上層階をセットバックにして階段状にする場合がある。 こうしたテラスは全てのペントハウスに存在するわけではないが、ペントハウスの望ましい特徴の一つとみなされている。こうしたテラスを複数の区画で分割して使用する場合もあれば、一区画でフロア全体を占有する場合もある。セットバックによって確保されたテラスの代わりに、屋上をプライベート空間として利用できるペントハウスアパートメントも多い。前述の通り、 ペントハウスアパートメントとして提供される区画は建築学上の定義を満たさない場合もある。外壁からセットバックしていない単なる最上階の居住区のことであったり、ペントハウスと呼ばれる区画の上にエレベーターの機械室などの本来のペントハウスを備える場合もある。一般にペントハウスアパートメントはセキュリティや便利な立地といった 通常の集合住宅の長所に加えて広さやデザインといった小建て住宅の長所も備えている。ホテル、レストラン、ショッピングモール、学校などにもアクセスしやすい繁華な都市の中心にいながら都市生活の騒音や人混みから遠く離れて過ごしている感覚になれるペントハウスは多い。占有空間も一般的な集合住宅の区画よりはるかに確保されている。 ジャージーシティのトランププラザのペントハウスからの、長望マンハッタンのプール付きペントハウス最高級の家電器具、家具調度品、フローリングなどの贅沢な設備もペントハウスアパートメントの特徴である。一般的な集合住宅区画にはない特徴には、プライベートエントランス、プライベートエレベーター、高い天井、ドーム天井などがある。同じビルの他の区画が一つの木材端のみを、 使用している中で、ペントハウスアパートメントだけが複数回を使用している例も多い。テラス、暖炉、より広いフロアエリア、特大の窓、隠れ家、オフィス用、スペース、ジャグジーなどを備えるペントハウスアパートメントもある。ステンレス製器具、三陰石のカウンタートップ、ブレックファストバーなどを備えた豪華なキッチンがあることも多い。地上からペントハウスアパートメントへのアクセスには、 一般に専用エレベーターが用意されている。都市のスカイランの展望を楽しめるペントハウスアパートメントも多い。ドライクリーニングから宅配ディナーに至るデリバディサービス、ビルスタッフによるレストランやイベントの予約、警備サービスなどの多くのサービスが提供されるのも一般的である。例えば、ニューヨーク市セントラルパークウェスト15にあるロバートスターンの20階建て集合住宅の 最上階ペントハウスには次のアメニティを備えている。広々とした展望、ゆとりある、居住空間、最上級の設備などを備え、価格も最高ランクになるペントハウスアパートメントはしばしば贅沢なライフスタイルの象徴とされる。ボブ・グッチョーネはライフ・オントップをトレードフレーズに掲げて創刊した男性向け月刊誌にペントハウスと名付けた。 日本では1974年10月5日から1975年3月29日まで毎週土曜日22時22時55分に日本テレビ系で放送されたテレビドラマ傷だらけの天使で主人公の小暮治がエンジェルビル屋上の古ぼけたペントハウスに住む印象的な設定となっていた。代々木海館屋上のペントハウスが撮影に使用された。ありがとうございます。